雨宮正一占領と改革第5章中道内閣の展開と自由主義派の結集1片山連立内閣の時代社会党初の首相選出本章では片山内閣から第二次吉田内閣までを扱うがその経過については主として福永文雄戦後日本の再生によりながら述べていきたい 2.1 ゼネストを中止させたマッカーサーは1947昭和22年2月7日、吉田首相にできるだけ早い時期に総選挙を実施することを指示した。同年4月20日、日本国憲法下で最初の国政選挙である参議院議員選挙が行われ、当選者は無所属3名を除けば、社会党47名、自由党37名、民主党28名で社会党が第一党となった。直後の4月25日の総選挙でも、社会党143、自由党131、民主党124、国民共同党31、共産党4、諸派無所属33になった。この結果、社会党が第一党になったが、過半数を制することはできず、同連立内閣が組まれるかが政局の焦点となった。自由党と民主党を合わせると過半数になるから、保守連立の可能性もあったが、吉田茂は憲政の常道論に従って社会党政権を認めた。5月9日、社会党、民主党、自由党、国民共同党の4党代表者会談が行われ、16日に4党の政策協定が成立した。自由党は閣外協力に転じ、社会党、民主党、国民共同党の連立が決まった。5月20日、吉田内閣が総辞職し、23日、片山哲が首相に選出された。翌24日、マッカーサーは声明を発表して、片山氏が新首相に選ばれたことは日本の国内政治が中道政治を選んでいることを強調するものであると述べ、クリスチャン首相の誕生を率直に喜んだ。ケイデスもこの連立内閣に共感を持って、憲法によって認められた任期いっぱいの4年間、あるいは日本の独立回復まで政権の座にとどまることを期待すると受け止めた。片山内閣の成立、6月1日、片山哲を主幹とする社会党、民主党、国民共同党の3党連立内閣が成立し、閣僚は社会党7、民主党7、国民共同党2に配分された。外相には副総理閣で民主党の樫田仁が入閣、官房長官西尾末広、商工首相、水谷長三郎、農商平野力蔵、国民共同党からは三木武雄が通信省、増商には民主党の矢野翔太郎、山に倒れ、後任には来栖武雄が就任した。片山内閣の課題は民主化の徹底と経済再建であった。民主化の徹底については、新憲法体制に伴う法整備としての民法改正、刑法改正、内務省解体、警察制度改革、労働省設置などの機構整備であった。一方、経済再建については、経済安定本部、安本と経済復興会議を2つの軸に、計画的統制と傾斜的生産方式によってその道に踏み出すことになった。片山内閣とその次の芦田内閣まではこの経済統制、傾斜生産方式による経済再建であった。その後経済においては日経連、日本経営者団体連盟、政治においては自由党の吉田茂などに代表される勢力と、占領軍の中でも冷戦派、自由主義経済派と言われる勢力によって経済再建が行われることになるが、この時期はちょうどその前段階であった。片山内閣は最初の3ヶ月間は比較的順調であった。しかしその後2つの大きな問題に直面することになる。一つは炭鉱国家管理問題。もう一つが平野農商問題であった。炭鉱国家管理問題。社会党は社会主義の観点から石炭増産のために何らかの国家管理が必要。生産手段の国有化であるとして、47年6月に炭鉱国有化案を発表した。その案によれば全ての炭鉱を国家管理とし、本社機構と生産現場を分離して、国家は本社を経由しないで直接生産現場を管理する。現場管理のために炭鉱ごとに経営協議会を設けて、政府全額出資の石炭公団を新設するという方針であった。しかし、それに反対する経営者団体や政党もあった。与党内でも意見は分かれ、連立与党の一つである民主党案は、国家管理の炭鉱を経営不振の炭鉱に限定する。管理は本社経営として現場管理者は本社が指名し、石炭公団は不要というものであった。一方、野党である吉田自由党は自由経済の立場から批判を強める。自由党は保守勢力の結集、つまり民主党と自由党の提携を考えており、8月には閣外協
不協力の解消を宣言して野党化を進めた。11月末、炭鉱国家管理問題がいよいよ最終決定段階に差し掛かったときに、保守合同を主張するジュディハラ派が民主党から脱党して、11月30日、3名で同志クラブを結成した。自由党はそれに応じるかのように新党結成の準備のために新政策要項を決定した。それは現行統制は必要な最小限を残して他は一切廃止し、残存統制も自由への過渡的手段たることを明確にする具体的措置を講じるというもので、外貨に依存しつつ貿易立国を目指す経済政策を主張して片山内閣批判を強めた。経済的自由主義の方向を鮮明に達し始めたのである。こうして石炭法案は骨抜きにされた次元立法になり、12月に臨時石炭工業管理法として公布された。平野農商問題と GHQ。 片山内閣の中で平野農商は米価問題などをめぐって和田博雄経済安定本部長官としばしば衝突した。和田は GHQ の後ろ盾を得て片山内閣の経済政策をリードしており、平野は閣内でも孤立しつつあった。二人の衝突の際には西尾がいつも和田を支持したので、西尾と平野の関係も次第に疎遠なものになった。平野は GHQ 内でも批判を受けつつあった。こうした中で48年1月11日、平野の新しい政治勢力云々という談話が、新党結成の意思表示として新聞に報じられた。これに呼応するかのように、1月21日に吉田が保守新党構想を打ち上げ、平野農商もだいぶ我々の線に近いと応じた。これは敗戦直後に政党が作られるときに、生前の同好会をもとに鳩山と平野などが、一緒にやろうとしたことを再現するような動きであった。民政局はこの一連の事態に対して激しく嫌悪し、平野の追放を決意する。民政局にとって生前行動会に所属していた平野は好ましくない人物であったと言われている。行動会とは戦時中の宇垣一成系の在郷軍人会の組織である。当時宇垣は既成政党主流、財界主流に近く、反東条ではないが非東条の位置にあり、相対的には自由主義派に近かった。だからそれに属していた平野は鳩山と非常に親しく、自由主義的な潮流の中に位置づけられる。しかも平野は GHQ の中の民政局とライバル関係にある参謀2部 G2 と非常に親しい関係を持っており、その点では吉田と同じであった。このことが民政局を一層刺激することになった。1月25日、ケイデスが片山を訪ねて、ホイットニーからの命令として平野農商の罷免を要求する。民政局は平野を追放することで、吉田を含めた新党運動にくさびを打ち込もうとした。片山は平野が自ら辞表を提出することを望んだが、平野はそれを拒否したので、11月4日、憲法第68条、国務大臣の任命及び罷免の閣内非協力という理由に従って罷免した。片山内閣総辞職。連立与党内のこのような紛糾が、社会党左派造反のきっかけを作った。12月半ば、平野農商の後任に左派が推す、のみぞまさるではなく、中間派の畑野かなえが起用されたことに対して、12月14日、左派は党内野党宣言を発して、片山西浦党首信夫との対決姿勢を明らかにした。片山内閣の母体である社会党の内部対立と、野党自由党の新党運動によって連立与党がかき回されるという事態の中で、内閣の崩壊を決定的にしたのは、0.8 ヶ月補正予算問題であった。これは前提審労働組合を中心とする官公庁労働者の労働構成に対して、47年11月に中労委、中央労働委員会が 2.8 ヶ月分の生活補給金の支給を核とする裁定を下したことに始まる。この 2.8 ヶ月分のうち2ヶ月分は年内に支給されたが、残りの 0.8 ヶ月が財源問題と絡んで、単なる経済問題を超えて政治問題化した。0.8 ヶ月分をどの財源によって補填するかということをめぐって、大蔵省と経済安定本部、安保が対立した。大蔵省は健全財政の立場から財源を鉄道運賃、通信料金の値上げに求めた。これに対して物価体系の維持を重要視する経済安定本部は、インフレによる自然増収が見込まれる所得税収入を財源に充てることを主張する。大蔵省の背後には民主党、安保の背後には実際上は社会党がついていた。しかも予算案については GHQ の了承を必要とする占領下の特殊事情によって、担当部局である経済科学局内部の対立もそこに関わった。当初、安保を代表して経済科学局との交渉を担当していた鶴市議とによると、当初、安保ラインが優勢だったようである。
しかし大蔵省が土壇場で巻き返して経済科学局の同意を取り付けることになった。結局財源としては大蔵省案のように鉄道運賃通信料金の値上げが直接 0.5 8ヶ月分と見合うことになった。左派は料金の値上げが大衆課税につながるとして猛烈に反対した。社会党職長の浅沼稲次郎が妥協案を出したり、ウィットニー、ケイデス、ウィリアムズ、民政局、国会課長たちも朝廷に動いた。その間、社会党左派の鈴木政三郎が委員長を務める予算委員会は、与党不在の中で大蔵省案を否決した。これによって2月10日、片山内閣が総辞職する。2、芦田中道内閣の成立。成立の背景。片山内閣総辞職の2ヶ月後、48年3月10日に芦田仁内閣が成立した。芦田内閣成立の背景には何があったのだろうか。当時経済安定本部にいた鶴茂人は事前いくつもの岐路を解雇している中で、芦田民主党プラス社会党右派対社会党左派の対立がもともと潜在していて、それは表面的には観光利に対する生活補給金 0.8 ヶ月追加予算をめぐっての対立を争点とする形をとっていたが、内実は片山内閣に変えて新しく米国の対日政策転換に対応しやすい中央党的な連立内閣樹立を画策した芦田西尾両氏の政治的共同戦略の帰結だったと私は思うと述べている。この問題はただ単に 0.8 ヶ月分をどうするかという問題ではなく、そのことを通して大衆課税で補填するのか、それとも所得税で補填するのかという問題で、日本における福祉国家のあり方にも関わってくることであった。また鶴が事前の中で米国企業家の投資意欲とか対日資本輸入に関心を抱いていた米国資本の圧力と述べているように、対日投資に関心を持つアメリカのグループの影響が強かったのである。民政局次長ケイデスは、日本の政治勢力を共産党と極左勢力、超保守主義勢力、自由党、進歩的民主主義勢力の3つに分けて、社会党右派と民主党芦田派と国民共同党の3派を進歩的民主主義勢力として、これら3党派合同による新党の結成を西尾スーヘルに示唆した。これは彼が自ら仕えたルーズベルトのリーダーシップのもとにあった。アメリカの民主党をイメージしたものであったという。民主党の芦田仁は、48年1月末に国民共同党との提携による第三勢力の結集を図り、革新的中央政党構想を発表した。それは挙国連立のために、健全な革新的中央政党が中枢となり思い切って政治を主導することが何よりも要請せられていると信ずる。この際、国民共同党において前日の趣旨に基づき、中道を曖昧とする政治勢力の結集を図るため、政治協議会を組織し、これに我が党の全面的参加を求める旨の決議を行い、後、正式に申し入れを行う趣旨の通告を受けた。我が党は議員総会に行くを聞き態度を決したいと思う、というものであった。結局、新党は作られなかったが、社会党右派、民主党芦田派、国民共同党の3派をまとめる構想は、形を変えて芦田内閣の実現を支えることになっていく。芦田仁首相に選出。2月10日の片山内閣総辞職を受けて、吉田自由党を反動として忌避する GHQ 民政局は、芦田内閣成立へ向けて動いた。2月21日、市販選挙が行われて、衆議院では芦田216票、吉田180票、片山8票で芦田が当選。参議院では決選投票の結果、吉田104票、芦田102票だったが、衆議院の決定が優先して芦田が新首相に選ばれる。芦田仁は1887年、明治20年、京都府に生まれて、東京帝大卒業後、外務省に入った。最初の赴任地がロシアのサンクトペテルブルクだった。ちょうどロシア革命の時期にあたり、革命をつぶさに見て、革命前後のロシアという見聞録を残している。1923、大正12年、帰国後に外務省情報課長、大使館参事官を責任したが、満州事変を機に辞職。翌32、昭和7年、政友会から立候補して当選した。戦後、重原内閣の厚生大臣を経て、47年3月、民主党結成に参加、5月総裁に就任している。芦田首相選出という情勢の中で、吉田は民主党や社会党右派、平野派も入れた保守再編を企てた。吉田の工作は芦田内閣発足直後の48年3月15日に、民主自由党という形で結実する。自由党が民主党から離脱したグループで結成された民主クラブ36名を吸収し、民主自由党を作った。
辻原以外で民主党から参加したのは斉藤孝夫ら十数名に過ぎなかったが、議員数が152名になり第一党に躍り出る。国民共同党はここの時点では吉田の構想に乗らなかったが、後に国民民主党という形で再生する。自由主義派の台頭。芦田内閣はインフレ克服と生産増加を目標に労使協調路線を強調した。しかし全官厚労層による3月闘争という労働構成に見舞われた芦田内閣は事態収拾能力がなく、3月29日のマッカード覚えかけによって GHQ の力による決着を見た。芦田は経済復興の賄賂になっている重要物資の輸入を外資導入によって実現して、これによってインフレの抑制とさ経済再建を促進するという方針であった。外貨導入のためには企業整備が必要だったので、芦田は次第に労組との対決姿勢を強め、労組協力的な性格を薄めていった。特にこの外資導入問題では財界が労働組合と対抗姿勢を強めるということになる。48年4月、日本経営者団体連盟日経連が経営者を正しく強くあれをスローガンに戦後初期の劣勢を取り戻そうとする動きを始め、その一方で停滞していた経済復興会議が4月末に事実上の解散に至った。この時期は日経連のような非常に先頭的な経済自由主義の動きが特に外資導入問題との関係で現れてきた。これは初めにの四鳥類のところで述べた自由主義派と社会国民主義派との問題で言えば、芦田内閣は社会国民主義的な修正資本主義派であるが、この外資導入化問題の関係でアメリカ資本、日経連、吉田民事党などの自由主義派が急速に台頭してくる。労働運動と昭和全工事件。 GHQ の指示を受けていた三別会議内部で共産党系と民主化同盟系との対立が深まり、総同盟は民同系を支援した。48年6月末に総同盟は三別会議を中心とする全労連から脱退して、労働運動も三別と総同盟と民同の三派に分かれていく。片山内閣の時には第4章で述べたように経済再建を国内中心、相対的に自給自足とする修正資本主義、共同主義に基づく社会党、進歩党、総同盟、経済同友会、経済復興会議という連合が存在したが、芦田内閣もこの労使対立の中に引き込まれた。さらに予算案をめぐる与党内の対立だった。公務員給与の引き上げを求めて労働構成が再び強まる中、4月22日突如公務員の葬儀を制限するマッカーサ書簡が出され、これに基づいて政府は4月31日政令201号を出した。これは公務員の団体交渉権、葬儀権を否定して後のスト権問題の原因になったものである。そして芦田内閣の命運に決定的にとどめを刺したのが6月23日に起こった昭和電工事件である。昭和電工は戦後の農業復興に不可欠な肥料生産に携わっていて、復興金融公庫からの融資を受けていた。その融資の審査の過程で昭和電工は商工省、経済安定本部、復興金融公庫の交換、GHQ の係官に贈賄を行っていた。その上、事件が発覚すると、そのもみ消しのために、与野党議員から外国人記者まで賄賂をばらまいた。9月に入り、捜査が官会、政界にも及ぶ。13日には、大蔵省の福田赳夫州財務主計局長。18日には、大野万木自由党幹事長。30日には、栗栖赳夫経済安定本部長官が逮捕される。現職の閣僚が逮捕されるに及んで、芦田内閣は総辞職に傾いていった。芦田内閣の崩壊が7時になる状況で、民政局が再び吉田内閣阻止に向けて動き始める。それが山崎首班構想であった。ホイットニー・ケイディスたちが民事党の山崎武幹事長を担ぎ出したのである。ホイットニーとケイディスの意を受けたウィリアムズが、民事党の増田兼七と社会党の鈴木政郎を呼んで、山崎首班への協力を要請した。これに対して吉田も反撃を開始する。ここでは GHQ の中の G2 や外交局など GHQ 内で民政局と対立する部局の力を借りるとともに、マッカーサーとの会談にかけるということになった。マッカーサーはここでもやはり中立を言明するが、結局ギリギリのところで山崎が自ら議員を辞職してしまい、この工作が破綻した。そして10月に第二次吉田内閣が成立することになる。講和、憲法、天皇退位をめぐって、47年6月から48年10月までの片山、芦田両内閣の時期は、マッカーサーが提起した1、講和問題、2、極東委員会が設定した憲法再検討、施行後1年以降2年以内、3、東京裁判の判決を受けての天皇退位問題の再検討がされた時期でもあった。
1の公安問題については外務省、芦田外相は、47年7月に米軍駐留、基地貸与、治安警察力の増強をアイケルバーガー第8軍司令官に手渡している。さらに47年9月、アメリカが沖縄を軍事占領し続けることを希望する天皇メッセージが、シーボルト GHQ 外交部長に伝えられている。2の憲法再検討について極東委員会は46年10月、新憲法に国民の自由な意思が表明されるために、国民投票などの方法により新憲法の再検討を機会を与えると決定した。GHQ はこの決定を日本国民には伝えず、47年1月に吉田首相に書簡で伝えた。吉田はこれに内容を心に留めましたと、念書を書いただけで何ら具体的な措置を取らなかった。48年8月、橋田は両院議長に憲法再検討の議論を国会で行うよう伝えた。両院では憲法改正研究会を作り、必要に応じて憲法改正特別委員会を設置することになった。民間でも様々な検討がなされたが、政府も国会も憲法改正研究会の設置の決定をしただけで、実際には設置されなかった。橋田から政権を引き継いだ吉田は、49年4月、GHQ が憲法再検討の機会を与えた事実や、マッカーサーに返書を書いたことすら葬ってしまったという。以上の憲法に関する経緯を、どのように評価するかは難しい問題である。しかし占領下という限界の中でも、アメリカを含む連合国が再検討の機会を与えたものを、日本側で再検討しなかったということは、日本政府と国会が不作為によって日本国憲法を公的に選んだ側面だろう。しかし、講和の後に55年の総選挙では改憲を阻止できる議席を確保させたという点で、作為によって日本国民は日本国憲法を選び直したとも言える。3の天皇退位問題については、GHQ は退位よりも宮中民主化による象徴天皇制の安定化をかなり早い時期から考えていた。天皇の基礎はもう確定していたのであるが、芦田内閣成立1ヶ月後の48年4月13日に東京裁判が結審していた。同裁判の判決とともに天皇は退位すべきとの動きがあった。天皇自らも過去数年の日本の運命を左右する決定を下したことへの責任を感じ、退位した以降、48年6月に駐日イギリス代表部のガスコインに人を介して伝え、宮内庁も退位の方法を模索していた。政府内、三淵忠彦最高裁判官、裁判長官、さらには佐々木総一兄弟教授、政治学者大山郁夫、国際法学者横田喜三郎などの学者や外伝も退位の必要性を述べたり伝えたりした。読売新聞が8月7日から9日にかけて、全国3080人無作為抽出に対して行った調査によると、天皇制存続 90.3%、廃止 4.0%、天皇が在位された方が良い 68.5、退位されて皇太子に委ねる 18.4、退位されて天皇制を廃した方が良い 4.0% であった。しかし結局退位は実現しなかった。理由の一つはマッカーサーが天皇の退位を望まなかったからであり、48年10月28日、マッカーサーは新首相の吉田茂に、退位のことなど決して叱るべからずと語っている。天皇退位問題については、天皇の側近、政治家、学者、そして国民の一部が退位に賛成している。はじめに述べたように、相手の自律性と自らの関係性を拒否する無条件降伏モデルにおいて、最も端的な事象は、一つの政治体としての責任を取らせないことである。その点で天皇退位問題に対する日本人、特に天皇自身やリーダーたちの見解は、責任を取る主体的条件が十分存在していたことを示しているだろう。経済復興問題。以上、片山芦田両内閣の民主化の側面に関わる点を述べてきたが、ここで経済復興をめぐる片山芦田両内閣の時代の動きについて述べておきたい。片山芦田両内閣は政治的にはかなり混乱していたが、経済面ではある程度の成果を上げていたと経済史の研究史では言われている。していた時期であった。片山内閣の場合は、経営者生産方式と新物価体系を両輪にして、経済復興とインフレ撲滅に乗り出し、石炭生産は目標の3000万トンを達成した。48年には工業生産は 5、6割も上昇する。戦前の1934年から6年は6割超えた。49年4月、ドッジライン、インフレを沈静化するための財政金融引き締め政策が実施される直前の3月の工業生産を見ると、戦前期の 77.5% にまで回復している。しかしながらインフレは容易に収まらなかった。ドッジラインが始まるまで年2倍になる高水準を持続して、新物価体系の破綻は労働組合の反発を招いた。48年4月に成立した芦田内閣は、占領政策の転換を踏まえて、アメリカの援助による通貨安定を目指した。
日本政府と GHQ は生産拡大を優先して、物価の安定は生産の増大がある程度実現した段階で調整すればよいという、いわゆる中間安定論を取った。しかし一方で生産の減退を覚悟の上、引き締め政策を取ってインフレーションを一気に安定させ、その上で本格的な生産復興を図る一挙安定論が強まってくる。48年には中間安定論と一挙安定論との間で激しい論争が展開された。中間安定論というのは48年6月に安保試案という形での政府施策として検討されたものである。外資導入をてことして企業の合理化を実現し、49年末から50年初めに単一為替レートを設定して、国際経済とのリンクを回復しようという案である。特にその場合に外資との関係でアメリカの援助を受けるためには、その前提としての賃金の安定を図る必要があるということであった。この中間安定論と一挙安定論に決着を打ったのが、48年12月18日に GHQ から出された経済安定9原則である。これは一挙安定論に近いものだが、その実施のために残日したドッジによって取られた超緊縮政策である。9原則というのは、1、政府支出の削減による内外均衡予算の達成、2、徴税の強化、3、金融機関融資の抑制、4、賃金安定計画の立案、物価統制の強化、6、外国貿易為替の統制強化、7、配給制度の効率化、8、国産原料製品の増産、9、食料統制の効率化の9項目である。さらに48年11月には GHQ から、企業は政府から赤字融資や価格差補給金を得て、賃金引き上げを行うことを禁止する賃金3原則が出された。3、冷戦と占領政策の転換、吉田茂の再登場。講和について日本の外務省では1945年の11月から、重光守、芦田仁氏ら、それぞれ外務大臣経験者の助言に基づいて、事務レベルで検討を始めている。第一次世界大戦のベルサイユ条約におけるドイツの二の舞を決して演ずることがないようにというの配慮から導き出された結論は、戦争直後は旧敵国には敵外心、憎悪、復讐心が未だ強く残っている段階だから、決して急ぐべきではないという消極的反応対応であった。安全保障の面でも日本を国際法上の永世中立国として、国連による安全保障を求めるというものである。47年2月パリで講和会議が開かれ、連合国とイタリア、東北欧4カ国、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、フィンランドとの間で講和がなり、その次は日本とドイツだということで期待が高まる。ところがその1ヶ月後の3月12日に冷戦の始まりと言われるトルーマンドクトリンが発表された。トルーマンは、今や世界は2つの生活様式によって分断され、ほとんど全ての国家の人民にいずれか一方を選ぶことを要求している。直接関節の侵略によって国民に強制された全体主義体制から、自由な制度と国家的独立を守るために、自由なる諸国民を援助することこそ、その政策でなければならぬと信じる、と述べて、トルコとギリシャへの軍事援助を発表した。その5日後の3月12日、17日、マッカーサーの早期講和声明が出される。47年6月にはマーシャルプランが発表され、アメリカの資金を投入してヨーロッパの復興を援助する方針が示される。一方、GHQ ではなくアメリカ政府では、国務省極東部長のヒュー・ボートンを中心に、対日小判が完成しつつあった。その眼目は、日本軍国主義の復活の防止にあり、そのために経済その他多くの分野で予防措置が望まれた。その実施を監督するために極東委員会各国代表からなる大使会議が、講和後も25年間にわたり監視するなど、厳しい平和を日本に迫る内容である。日本軍国主義からいかに自分たちを守るかが安全保障を優先した、この対日小判の課題であった。アメリカ政府の占領政策転換。47年7月、国務長首相官マーシャルは極東委員会11カ国に対して、8月19日に対日講和予備会議を開催することを提案した。しかしソ連は米英中ソ4カ国外相会議での処理を提案して、米国案の3分の2多数決方式を拒否する。中国もこれに同調し、イギリスは英連邦キャンベラ会議と日程が重なることを理由に出席が困難であると伝えてきた。このように極東委員会あるいは戦勝国の中でもはっきりした合意はまだなかったが、アメリカの内部でも対日講和の合意があったわけではなかった。結局予備会議は4カ国の足並みが揃わず流会し、日本の期待は裏切られる。講和はその時から4年、敗戦からは6年待たなければならないことになる。47年段階での早期講和の動きは終わったが、アメリカの内部では占領政策の転換が起きていた。その転換はアメリカの納税者の負担軽削減と冷戦の論理による転換であった。前者は占領が長引くことによって占領費用を戦勝国が負担する。特にアメリカの納税者が負担するという事態が続くことへの配慮である。納税者の負担を軽減するという観点から占領政策の見直しが迫られたのである。
これは世界の安定化のためには旧敵国である日本とドイツの工業力をアジアやヨーロッパの復興のために利用しようとする動きにつながった。この政策をリードしたのは実業界から新しく陸軍次官に就任したウィリアム・ドレーバーである。47年9月ドレーバーが来日、占領目的を改革から日本の経済的自立化へとギアチェンジすべきであるということを述べている。この問題については当時経済局顧問であった S ・ファインに筆者がヒアリングしたときにも、ファインの仕事はアメリカ議会の占領費用の軽減の要求に対していかに占領費用が必要かということを説くことであって、それが大体47年ぐらいから非常に厳しくなってきたと言っていた。納税者の論理がはっきり表れたのである。冷戦の論理、もう一つはソ連を封じ込めるという冷戦の論理である。これはアメリカの外交官ジョージ・ケネンが提唱者として有名であるが、そのケネンは46年2月にソ連と資本主義の恒久的平和はあり得ないという報告書をアメリカ政府に送っていた。それはチャーチル英国首相のいわゆる鉄のカーテン演説が出される1ヶ月前のことである。ケネンは戦勝国が敗戦国を一緒に警戒する冒頭案を、米ソ協調という大戦外交の枠組みに立つものであるとして、冷戦外交の立場から批判した。ちなみに筆者はこの時期以降の国際体制は大戦外交から冷戦外交に移行ではなく、平存と見たい。47年10月、ケネンは、早期講和に反対して、日本経済の復興を図って、共産主義勢力への抵抗力を持つ、経済的、社会的体質を備える必要があると主張した。占領政策を従来の路線から転換して、日本を友好国、信頼できる同盟国として再建すべきであると言っているのである。以後、対日講和の主導権は、アメリカ国務省においては、極東局からケネンの率いる政策企画部、PPS へと移行する。ところが、マッカーサーはこれらの動きに直ちに歩調を合わせたわけではない。48年3月に相次いでケネンとドレーバーが来日する。彼らに対してマッカーサーは経済復興については異議なく同意したものの、再軍備については受け入れなかった。そこでは3つの理由を挙げて強く反対している。1つ目はアジア諸国からの反発を招く恐れ。2つ目は占領の目的自体にも反すること。3つ目は日本人自身が戦争に訴えることを憲法で禁止していることである。ケネンの主張は国務省、陸軍省、マッカーサーとの協議を得て、アメリカの国家安全保障会議の文書、対日政策に関する勧告にもとして結実した。それは対日講和の延期と占領政策の重点を経済復興に移したものであった。アメリカが日本の経済と安全保障について長期にわたって関わることを戦後初めて正式に決定したものである。まさに対日政策に対する勧告を日本側で担う主体として吉田茂が登場し、アメリカのエージェントになったのである。アメリカの占領政策の転換を再登場した吉田茂が背負う形で展開していくことになった。第二次吉田内閣の成立。吉田は第一次吉田内閣退陣以降、片山下田両政権の期間中、さまざまな形で権力基盤を充実させていた。人的には47年夏に佐藤栄作を加えて、池田隼人、橋本龍吾たち28名の官僚を自由党に入党させた。同時にこの47年夏前後に、対日政策に関する勧告が承認される。48年10月7日の橋田内閣の総辞職を受けて、10月19日、第二次吉田内閣が成立し、少数与党状態を克服しようとして、12月23日、衆議院解散を行った。極東国際軍事裁判。48年12月12日、極東国際軍事裁判は、永久戦犯25名に対し、東条英機、広田光輝ら7名に絞首刑、木戸幸一、平沼喜一郎ら16名に終身禁錮、東郷重則、重光、守るにそれぞれ禁錮20年と7年の判決を言い渡している。松岡洋介と水野長野治を病死、大川昭襲名を発表して判決の場にいなかった。岸信介ら第二次永久戦犯容疑者たちは絞首刑が執行された翌24日に釈放される。この釈放は冷戦体制の進行に直接関わっていた。戦争責任よりも冷戦に先立つ反共主義を評価するアメリカ政府の意向である。その意味で岸たちは冷戦体制の自由者である。49年1月23日に総選挙が行われた。争点は経済復興問題が中心で、吉田の与党である民事党は、生産第一主義の下での減税、党制の撤廃、公共事業費の増額、行政整理を公約には掲げた。しかしそれは経済安定急減速とはかなりかけ離れたものであった。民主党は外資導入のための法人税の減税を説く一方、石油産業の国有化を除いて社会化、生産手段の私有ではなく国家も含む公的所有に反対の意向を示し、社会党は減税と最低賃金制の確立と社会化を掲げた。投票率が 74% に達した総選挙の結果、大方の予想をはるかに超えて民事党が勝利した。
与党民事党は264議席を獲得し、戦後初めて単独で過半数を制した。民主党は90から69人、社会党は111から実に48人、国民共同党は29から14人と減り、民主党、社会党、国民共同党の3党は惨敗した。一方、共産党は4議席から35議席への躍進を遂げる。この選挙で笠山哲、西尾末広、ひとまつ木忠義、武田義一ら閣僚経験者が枕を並べて落選した。片山は足田両内閣の政治指導の拙さ、スキャンダル、汚職、経済情勢が好転しないという状況が吉田の民事党に有利に働いた。さらにこの選挙では民事党から佐藤栄作運輸次官、池田隼人大蔵次官、前尾重三郎大蔵省主税局長、岡崎勝夫外務次官など高級官僚が当選したのが特徴だった。共同主義連合の敗北と自由主義連合、再反登場連合の勝利である。マッカーサーと吉田茂、この選挙結果は民政局のメンバーを落胆させ、ワシントンに帰国中のケイデスは失意のうちに日本に再び帰ってくることはなかった。吉田は一層の安定を求めて、規定方針通り民主党に連立を働きかける。49年2月16日、第3次吉田内閣が成立した。この後、この内閣への入閣、与党化をめぐり、3月26日に民主党は連立差41名、野党派66名に分裂した。マッカーサーは年頭の辞において、今や日本復興計画の重点が政治から経済に移行したと告げ、民主化の終了と給与原則の実施を要求する。この給与原則の実施を監視するために、デトロイト銀行の頭取であった古典的自由主義論者として知られるジョセフ・ドッジが来日した。4. ドッジラインと社会の再編。給与原則の実施と結末。ドッジはトルーマンから GHQ を飛び越えて采配を振るう承認を得ていた。これはマッカーサーがほぼ全権を振るうような占領のあり方が、アメリカ本国からはもはや許されないということを象徴していた。ドッジは記者会見において、日本経済は日本の竹山の足の上に乗っている。一本はアメリカからの経済援助であり、もう一本は財政からの大量の補給金である。この竹山を取り外さなければならない。あまりに高い竹山に乗っていると転んで首の骨を折る恐れがあると語った。ドッジは日本政府に対して少なくとも3点にわたって厳しく要求を突きつけた。第一は一般会計のみならず特別会計も含む総予算の均衡。第二に補給金の全廃。第三に復興金融公庫の新規貸し出しの全面的停止であった。民主自由党の減税、補給金の増額などの選挙公約も全てドッジによって跳ねつけられる。池田隼人増収などが与党の強い不満を受けて粘り強く交渉したが、ドッジは一切受け付けず、ついには自ら作成した予算原案を提出してその実施を求めた。日本は減税なし、補給金全廃、公共料金の値上げ、国鉄など公務員23万人の首切りなどを内容とする均衡予算と引き換えに、1ドル360円の単一為替レートを与えられて、国際経済への復帰を許された。吉田はこれなら乗った方が得策だと判断したのである。さらに、1949年6月、吉田は経済安定本部が立案した経済5カ年計画の基本的な考え方がアウタリキー経済、つまり自給自足経済であり、国際感覚を欠いているとして再検討を指示する。その上、9月には計画の公表も正式に差し止めた。これは非常に面白い問題である。経済復興も含めて吉田内閣は経済安定本部を活用し、依拠してきた。経済安定本部などの主要な勢力は、戦前の満州官僚や国防国家派の人々が実際上は経済政策案を作ってきたが、それを国防国家派的な発想であると吉田が認め、それとは違うものとして輸出振興による経済の発展を図り、通商を主張したのであった。このあたりで自由貿易に基づく自由主義モデルを主張する内外の自由主義派が台頭する事態に注目したい。それは吉田たちがこの一時期に共に行動した戦時中の国防国家派の自給自足的で、国内開発を含めて戦前の植民地帝国の中での経済発展モデルを拒否したものであった。それは GHQ や国務省の中の冷戦派と連携することになった。民主党、国民共同党、社会党右派とアメリカのニューデール派の共同主義派、総力戦体制形成期の社会国民主義派、国防国家派に対する民事党、アメリカ財界、日本財界、国務省の自由主義派連合の反共同主義運動の成功と言ってもよいだろう。ドッジラインは確かに自由競争を復活させて経済の合理化を図り、貿易立国の基礎を固めることになった。経済史の中村陸英の長期的に見て
日米両国間の緊密な経済関係の基盤を準備するものであったという評価にもなるわけである。しかしこれは当時の段階では劇薬でもあった。企業整理、行政整理の嵐がすでに激しいデフレ的な状況に陥りつつあった日本経済をさらに悪化させることになった。49年2月から12月の間に8814の企業整理が行われ、435,468人の労働者が首を切られた。さらに5月31日には行政機関職員定員法が成立して、27万近い炭鉱労働者が首を切られることになる。景気首切り、下山事件、三鷹事件、松川事件など原因不明の事件が続発して、社会不安が起きるという事態でもあった。しかしながら民需産業から軍需産業への再転換と、ドッジラインによる動きはまだ結びついていない。森と福村、稲村農村、同じ時期の社会党や共産党の動向はどうだったのだろうか。総選挙で片山西夫が落選した社会党では、49年4月に大会が行われた。記事は片山芦田良内閣をどう評価するかということから始まり、党の再建をめぐっていわゆる森と福稲村農村が展開された。社会党左派の論客、稲村純三は、片山芦田良会内閣は社会主義革命の視点から極度に日和見主義、便宜主義であったという否定的な見解を出した。これに対して両内閣で文部大臣を務めた森戸達夫は右派を代表して、社会党は国家再建に関し第一党として左右の強撃の中で傍観者ではなく、事実再建への一定の役割を果たしたとの評価を下した。また社会主義の実現についても森戸は、前進的、段階的、建設的、平和的プロセスを通じてその実現を説く。これに対して稲村は平和的意向に依存はないとしながらも、実力によって非民主主義勢力を構築することをやむを得ないと主張した。党の性格について稲村は、資本家階級、上層関係、上層官僚、大地主などと戦う、労働者中心の勤労大衆の政党であり、階級政党でなければならないと述べた。それに対して森戸は、人間の歴史は決して階級闘争の歴史だけではなく、あまねく勤労大衆の前に解放され、すべての党員は平等であり、制度上、組織上、いかなる階級のヘゲモンにも許されるべきではないと主張する。この論争は国民政党か階級政党かという対立であった。結局は階級的大衆政党という形で妥協したが、右派と左派との対立はその後もくすぶり続けることになる。左派の進出を支えたのは 2.1 ゼネスト後に結成された民間に集まった、民道に集まった労働者たちで、この間に彼らは社会党に入党し始めている。ただ社会党は再建論争にかまけて、どっちラインかの不況、首切りをどうするのかという問題については、明確な対案を出していなかった。50年1月の第5回党大会で左右の対立を契機に社会党は分裂するが、地方組織を巻き込むようなものではなかったので、4月の第6回臨時党大会で統一された。この時に全面講和、中立堅持、軍事基地反対の平和三原則を正式決定した。これは第一次分裂とその再統一であるが、第二次分裂はやがて講和と安保条約をめぐって起こる。躍進した共産党。共産党は選挙で大いに躍進した。徳田九一は明治の際に共産党は9月までに吉田内閣をぶっ倒すために大運動を展開していると述べたが、これがいわゆる9月革命説として報道された。その頃、コミンフォルム、共産党情報局による日本共産党批判が共産党を激しく襲った。共産党は戦後野坂三蔵の占領下平和革命路線と愛される共産党をスローガンに国民の支持を得ようとしていたが、コミンフォルムの機関紙が50年1月、野坂理論を日本の帝国主義的占領者、アメリカ帝国主義を賛美する。従って日本の人民大衆を欺く理論であると全否定し、武力革命を示唆したのである。この結果、共産党はどうなったか。野坂を支持する徳田九一など主流派とコミンフォルムに同調する志賀義雄、宮本賢治ら反主流派に分かれて争った。主流派はコミンフォルムの記事に対して必ずしもそうではないという書簡を発表したことから、書簡派と言われ、反主流派はそれに従うという形で国際派と呼ばれた。他方、同時にこの時期はコミンフォルムと対照的に、アメリカ GHQ 日本政府が共産党への警戒感をあらわにし始めた。これはまさに国内の冷戦体制の一つの表れであるが、49年4月4日、政府はもともと軍国主義団体の解散を命じた勅令101号を改正して、団体等規制令を交付する。極端な国家主義団体だけではなく、反民主主義的団体の取り締まりも行おうとした。禁止されるべき団体が右から左へ移行したのである。翌50年5月3日、マッカーサーは憲法記念日の声明で共産党の活動を批判した。6月6日には共産党中央委員24名の通報を指令し、26日には機関紙やカータの発刊を30日間停止する。徳田たち主流派は地下に潜って非合法活動を展開することになる。国際派と言われる宮本賢治たちも内外の反帝国主義
勢力を強化すべきであるとし、全面講和論についてはどちらにも属さない中立政策では平和と安全を保障できないという立場を示している。こうして国際派と諸官派に分裂したが、諸官派は民族解放をスローガンに武装闘争へと突き進む。55年の第6回全国協議会で新方針を採択して対立を解消するまで、共産党はしばらく議会から姿を消した。50年6月25日に朝鮮戦争が勃発すると、マッカーサーは言論機関のレッドパージを勧告し、9月1日、政府機関のレッドパージが閣議決定され、共産党関係者の追放が行われた。労働運動の再編。2.1 ゼネスト中止後、参列会議は衰退の道をたどりつつあった。共産党の労組支配に対する内部の反発が民主化同盟の結成となり、GHQ と政府の反撃が衰退の道を促進した。特に48年3月、GHQ の介入、ドッジライン後の人員整理で、共産党員が大量に解雇されたことは、参別勢力を弱化することになった。同年3月、細谷正孝が参別民主化運動を提唱して、共産党支配からの脱却を求める。さらに参別の参加の組合でも、反共民主化運動は広がりつつあった。他方、総同盟では松岡小牧氏ら右派指導部への不満が高まった。48年10月の大会で会長に松岡が再選されたものの、総主事に左派の高野稔が選ばれた。高野と細谷は49年9年2月に民主的な労組の結集を目指して全国労働組合会議結成準備会を発足させた。翌50年3月、総票結成の準備大会があり、7月11日、当時の日本の労働者の過半を結集した日本労働組合総票議会、総票が発足する。組合員数は276万人で、GHQ は穏健な労働組合である国際自由労連への参加を期待して、全面的に総票を支援した。これに対して GHQ の適応に細谷たち新参別は参加を取りやめる。総票は西側陣営に加わって世界平和に寄与するものと期待されたのである。ところが51年3月の総票第2回大会では全面講和、中立堅持、軍事基地反対、再軍備反対という平和4原則を採決することになる。これはアメリカが進める対日講和を支持する労組を作ろうと狙っていた GHQ にとっては非常に期待外れの決定であった。よく言われることだが、GHQ が鶏だと思って返した卵が実はアヒルになったという動きである。総票は反共の枠からも自由労連の枠からも抜け出ようとしていたのである。この大会で総同盟左派の高野稔が事務局長に選ばれる。そのリーダーシップの下で総票は政治経済の両側面で戦闘的反体制的行動を深めていくことになる。総同盟右派はこうした動きに反発を強めた。総同盟は51年3月に解散大会を開いたが、右派は解散に反対して総票に参加せず、同年6月に総同盟再建大会を開いた。翌52年12月、全線同盟、全国繊維産業労働組合同盟、会員組合、全日本会員組合などが総票の左旋回を批判して、54年4月に総同盟とともに全日本労働組合会議、全労会議を結成する。これは後の同盟の前身である。政党の再編、50年6月4日に第2回参議院、議員選挙が行われたが、その少し前の4月28日に国民民主党が結成された。民主党野党派と三木武夫の率いる国民共同党が合流して国民民主党となったのである。行動実現を促進した人的つながりの一つが、中道政権で苦楽を共にした芦田と三木である。二人は反吉田という共有の思いを持ちつつ、社会党と自由党の中間に中央党的存在が必要であり、それが可能であると考えていて、次のような政治綱領を掲げていた。1、我らは高木人類愛に徹し、世界恒久平和と日本民族の完全独立を実現する。1、我らは広く進歩的国民勢力を結集して、純化する民主団体、民主政治団体を確立する。1、我らは社会連帯の理念と共同の精神に基づき、生産の自由と生活の保護を調整し、金正なる、国民経済機構を確立する。1、我らは豊かなる理性に立って基本的人権を尊重し、勤労精神を高揚して福祉社会を実現する。1、我らは科学と教育の振興を図り、個人の感性と文化の交流を期する。自由資本主義と平等社会主義の調和を成すものとして、社会連帯、共同、福祉社会が掲げられていて、日本における社会党と自由党の中間の中央党的性格がよく出ている交流である。この合同で国民民主党は、衆議院議員67名、参議院議員43名を要することになる。
国民民主党は社会党との提携を図り、共同で衆議院に吉田内閣不信任案決議案を提出する。その理由の一つとして、単独講和並びに中立政策破棄をやむなしとするがごとき、偏向的態度をとって国論の分裂をきたしたということを挙げている。国民民主党は当時、北村徳太郎、中曽根康弘らを中心とする、いわゆる青年将校グループの主導権をもとに、全面講和論の立場に立っていたのである。自由党と共産党を除けば、社会党も他の政党も共同主義、修正資本主義、そして社会連帯主義の政治綱領を持っていた。その綱領は総力戦体制形成期の社会国民主義とも共通している。その意味で言えば、共同主義あるいは社会国民主義の再生である。当時の中道と言われていた政党は、そのような政策を持っていたのである。つまり、片山鷲田中道内閣は、GHQ に支持された共同主義、社会国民主義 内閣と言ってよい。それはイタリアや西ドイツにおけるカトリック的共同主義における、キリスト教民主主義と共通するものでもあった。自由主義経済を主張する自由主義と共同主義との対抗は、アメリカ国内、GH 内の2つの傾向とも絡むが、冷戦によって前者の勝利となる。これは反東条連合勝利の再犯であった。しかし、冷戦で長い間封印された共同主義、社会国民主義は、冷戦体制の終結によってこれから再生することになるのだろうか。本書で述べてきたように、日本の現代史の遅くても1920年代、および総力戦時代に育まれ、保守勢力の一部にもなっている共同主義、社会国民主義以外に、自由主義の暴走を抑える歴史的材料は見当たらないとしても、